トリメシ、ダルシム、VS イタザン、ザンギエフ。今日はストリートファイター6で、皆さんをハラハラドキドキさせる壮絶なバトルをお届けします。ダルシムの師匠であるトリメシが、ザンギエフの伝説的プレイヤーであるイタザンに挑む。しなやかな動きと激しい攻撃でダルシムを翻弄するダルシムが、破壊的なグラブと力強さで知られる強豪ザンギエフとの距離を保とうとする緊迫した空気を想像してほしい。試合はダルシムの柔軟性を利用してイタザンの攻撃を避けるトリメシから始まるが、ザンギエフはめげずに強力なスピニングパイルドライバーで突進する。計算し尽くされた一挙手一投足、芸術品のような一打一打。この壮絶なバトルの細部までお見逃しなく。チャンネル登録、いいね。コメント、ベルを押して、ストリートファイター6のニュースを常にチェックしよう。さあ、ファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。非常に興味深い試合、見届けさせてもらうぞ。プレイヤー2、相手を壁に押し付けていきます。ここからが大事だな。プレイヤー1、体力は厳しいですが、まだチャンスはあるか。ここで勝負を決めました。いいね、とどめまでしっかり。やや一方的とも見えるラウンドでしたが、これを受けてどうでしょうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ヨガフレーム。さあ、お互い手の内は見えてきた頃か。このラウンドはどう出るか。駆け引きが分かってきたところか。プレイヤーは若干体力でリード。勝負はここからが面白いんだよね。さあ、この差し合いの場合どう出るか。さあ、カウンターが決まった。痛い。これはでかいのが入ったか。上はしっかり見えている。これはいけるか。フィニッシュまでお見事。良い決着だった。今のラウンドで実力差が出てきたか。ここからどう覆していくか。注目ですね。悪魔も見惚れるこの勢い、素晴らしいぞ。さあ、これが最終決戦、ファイナルラウンド。もうぶつかっていくしかないね。間合いを取った差し合いが多かった前回のラウンド、攻め方を変えるか悩ましいところ。なるほどね。間合いを大きく取っている。冷静です。ヨガテレポート、パリヨガフロート、両者ラインを待つ。さあ、これは痛いぞ。いいぞ。ジャンプは通さず。あっぱれ、やるではないか。互い、あっと、クリアファイルドライバー、痛いダメージ。これは SA 選択、攻めていった。いいぞ、その調子だ。サイクロンラリアット、これは SA、 完璧な流れだ。いいぞ、その調子だ。コマンド投げ、ここで KO。 いや、人間界の決闘というものを見せてもらおう。ジャンプからの攻撃は拒否します。いいよいいよ。さあ、ドライブラッシュで揺さぶりをかけていきます。あー、今のは素晴らしいな。さあ、逃げ場がなくなりました。どう仕掛けるか。さあ、もっとやり合うのだ。投げていく。あー、今のは素晴らしいな。壁に押し込むチャンスを見事生かしていきました。体力も SA ゲージもない厳しい状況ですが、投げ抜けはありません。ここはどう出るか。この距離、うまくプレッシャーをかけつつも、触れば終わるぞ。これはパーフェクトで倒しきりました。全て噛み合って全く攻撃を受けませんでした。良い決着だった。ラウンド2ファイト。まずは距離を取って。さあ、このラウンドはどうなるか。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。ヨガアーチで展開を作るか。読み合いが巡っていく。ここは攻めたいところ。だがしかし、それは相手も同じか。ドライブラッシュで攻め続けます。さあ、ターゲットコンボから。飛んでいる。オーバードライブアースで火力を上げていきます。ここでスクリュー、読み出していく。あと少しだ。リバーサルから。体力差はあるが、まだひっくり返すこと。前ジャンプで飛び込んだ。 KO。 見事。さあ、次で最終ラウンド、両者のボルテージも最高潮。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。
さあ最終ラウンドが始まります。意地のぶつかり合いになるか。いやーこれは頑張ってほしい。この序盤主導権を取るのはどちらか。気持ちでぶつかっていってほしいね。飛びは落とした。見事だ。 SA は溜まっている。両者準備は万全か。弾で様子見しつつ対応を迫る。マイオー、この飛びは見えている。いざ、その調子だ。さあこれは痛いぞ。ここでバーンアウトしました。まだ諦めるな。ここで SA を使う。ここは SA まで繋いでいきました。何？もっともっと争うぞよ。なんとスクリューパイルドライバー、痛いダメージ。ここで CA 発動。さあどうだ。なんだと。勝つのはどっちだ。もう決まってしまうぞ。この目まで届いた。素晴らしい判断だ。よくやった。それが見たかったのだ。プレイヤー2、全力でぶつかってこい。ザンギエフ、赤きサイクロンの異名を持つ巨漢のプロレスラー。筋肉こそ思考という独自の理論を提唱し、肉体進化と更新の指導に励んでいる。ヘイト、波動拳などの飛び道具、ライクス、レスリング、コサックダンス、ハイト 214cm、ウェイト 181kg。 見てくれてありがとう。